続いてデュエルマスターズの方に行きたいと思います。今回はですね、こういう風にトーナメント形式で5人でやりたいと思います。で、まあ人数上1人がシードって形になってるんですけども、シード、いやまだじゃんけんでくれるからね。まずここに今下のところにちょっと番号を振ってあるんで、でその番号振ったの僕なんで、それ以外の4人でじゃんけんをして好きな数字言ってもらって、そこの番号のところにこう割り振ってくるって感じで、ね、手伸ばして、手伸ばして、青春エグー JK っぽいミスデイジェイケンプイアイクデイアイコネショイアイクデイオアイクデイショイよーし、お前らそれ狙ってんだろ。よーし、ちゃんと決めちゃって、はい、最初はグーグージェイケンプイアイコネえ最初はグーグージェイケンプイミスデイじゃあ、ナンバー2番はい、俺の大好きなナンバーキングダンキングダンイチャッなんて言ってるか分かんないよそれ。イチャッ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 青春グー、ジェギプー勝っちゃったぞ、はい、まさやもナンバー5、はい、5、はい、ネギ3ウズデじゃあ僕、じゃあ僕4番ですね。はい、じゃあ結構ドラムスティックで2番、みそぎさん、初戦おー、俺シートだネギで、1番キング出し多かった出しで、4番が僕ですね。で、さらにマサがシードマサモンがシード1回戦突破。あれだって、ちょっと字汚いで申し訳ないですけど、ここだって、まず、じゃあ1回戦目、みそぎさんとネギさんで、その次に、キング担当、僕ヒカルでで、その次、どっちかキングタンかヒカルのどっちかが勝ってはマサイモンさんと戦う感じ。ネギはバーズじゃあ早速やっていこう。みそぎさんとネギさんですね、最初。じゃあ準備よろしくお願いします、はい、続いてデュエルマスターズ1回戦ですね、始めていきたいと思います。お互いデッキシャッフル使うのは、はい、この形で、プリントない、はい、ない、ない、ネギさんはない、この形、ない、1枚じゃあす、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 本当だよ。最初はグー、ジャンケンポイ、ウズネイ。こう、みそぎさん先行です。やっていこう、やっていこう、どうぞ。嬉しいです。一枚目、はい。それじゃあマッキー。熱いね。5枚目。一番それじゃあマッキーですね。で、左上から5枚見て自然のクリーチャーを引っ掛ける。クリーチャーだけカード。クリーチャー、クリーチャーです。ラブアウェイ回収すーげー奇跡です、うん、パンすーげーやだ、ズボンが一緒っていうのが判明したっていう。マサヤモンさんのネギさんどうぞ、出てるところに見るやつなのかな。めったに見ねえだよ。まあね、まあそれはね、ズボンが被るなんてジーパン以外、ズボンさん被っててもわかんねえよ。ジーパン以外ありえない。なんかこの形見たらダイレクロー、左の方までお他で1枚あります。また取り玉集中力どうですか、正直両者かもしれない。俺だって覚えてねえよ。退場します。退場します。大変だ、また来てどうしよう、体が消しちゃう。はい、はい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、どうかここじゃあ、手出しちゃってストレートバックで、お、強い、お、ちょっと強い力でマナー1枚出します。あー、マナーが増える。じゃあ、やったっ、大変ですね。ドロー見えまな進化吹きすさぶ、花吹雪。え吹きすさぶ、花吹雪。吹きすさぶだっけ。ふふききすふさ、いいから進めろ。ふさあ嘘だよ。6点だ。6点でブレイズクロー破壊ですね。はい、タイドロー、ドロー、すごいじゃないのかな、ネギ、ネギ動いてない、うん、手札結構出せると思うんだけどな。うん、うん、
じゃあ次は俺とあれのキングダム。おほか、八個か。出した時に、敵から、敵から同じ名前の八個ですね。を現在回収できます。俺得意なのポジション取る。俺だもん。よし。はい。じゃあ。じゃあタップ。タップ。タップ。ノン。ブロ。はい。はい。はい。じゃあね、はい、どんどこのスピードがあってドミングでいきなり待ってみて何も来ない、はい、もう来たじゃあ、アンタップ近くてるこの前そっきだなアンタップでいいよで、どうだ俺これからも来るしかないチャージチャージで、待って今な来たヤフラ一番上をめくって引きだったらスピード高いですねラインが出たらねぼち小さなスピード高いになりますじゃあ次ヒマナでこっちヒマナジャビクローでグラッキーゼロこいつこいつバニアウトレイジがいるからグラッキーゼロで2名チェイサーがいる バトルゾーンにアウトレイジがいるのでラインが2枚出てきますねこれですよ、やりたかったのはで、アタックできないの3枚で、チェイサーはさっきのやつでスピードアタックになって8個と一緒に殴れますもしアタックするときに、はい、こっちじゃなくてこっちにアタックしなきゃいけないっていう強制能力そう、それがあるんですよでも、あれはあの線なんで倒せないんですよ大丈夫じゃないできない、できないよもっと早い段階でこれやりたかったですよねテスラになってからあんまり高いやつじゃなくてどんどんちっちゃいやつ殴ってたもんダブルこれやばいぞこれやばいぞあれ引かないとやばいぞあー引かねーとどめて早かったさすが速攻でキラおりましたおりましたみそぎさん強いな 3連勝かなゲチしてゲチましてはいじゃあ1回戦デュエルマスターズ1回戦はみそぎさんの勝ちですおめでとうございますイエーイみそぎさん2回戦進出ですでははい、ないなぁ、なんか超人を使わずに終わったらしいな30分かかってないウィックロスいないのでは、次ですねキングターン2回戦、1回戦第2回1回戦第2回でおかしいな1回戦2戦目は、キングターンと僕ヒカルですでは次回、よろしくお願いします